皆さんこんにちは、スラスラキイチです。今日はコブラ会でさっきまで練習してたんですけど、ライジン25にコブラ会所属の僕の後輩のレッツゴータという選手がいてるんですけど、出場が決まって、まあ、今日はそのレッツゴータをちょっと皆さんにどんな人間かどんな選手かっていうのを紹介しようと思って今日は撮影してるんですけど、で今日は僕の後輩の、まあ、以前鹿の動画と西成の動画に出てくれたマッチョザバタフライと、はい、あとプロシュートで今活躍してるまえちゃん、前川大輔、前川です。この3人で今日はレッツのことを皆さんに紹介していきたいと思います。レッツ今から登場してもらいたいと思います。どうぞ。自己紹介をどうぞ。総合格闘技道場小村会所属のレッツ太田です。今はグラジエーターのチャンピオンをやってます、うん、今回11月21日の土曜日のライジン25に出場します。それでまあ今日はちょっとレッツ、皆さん多分知らない人多いと思うんで、試合前にどんな選手かしてもらえたら皆さんも楽しんで試合を見てもらえると思うんで、まあ、今からレッツの根掘り葉掘りといろいろ聞いてみたいと思います。よし、お願いします。お願いします。これからレッツにいろいろ質問していきたいと思います。まあ、レッツ今年齢何歳だったっけ。31です。31、結構江戸市になってきたな。そうなんです。もうプロでも27戦目とかね。コブラ会入ったら何歳やったっけ。コブラ会入ったら18歳です。18歳、結構は長いな。めっちゃ長いです。もともとバックボーン何。バックボーンはずっと野球やってて1年間だけ10です、うん、でもこいつのなんかこうすごいところはすっごい瞬発力あるんですよ。でそれを内陣の試合で僕はちょっと出してほしいなと思ってて、で今回レッツが試合出場するにあたって、まあ、僕セコンドでレッツのサポートするんですけど、まあ、僕自身も対戦相手の住村選手、ライジン出てディープ出て、まあ、ディープでもこの前いい勝ち方して、まあ、今回ライジンに再出場するんですけど、まあ、その対戦相手で大阪大会ということもあって、まあ、レッツが大抜擢されてな、うん、俺もその時びっくりされてついにレッツが 大舞台出るみたいな。そうですね。びっくりしましたけどね。でそれみんな思ってたレッツとうとうやった、ね、うん、なんかこいつあれやねん、なんか星持ってねん。なんかこう見た目は結構花正直あると思うね、うん、だからそういう花がやっぱそかなんていうの引き寄せてるんかなと思うね。で前最後に試合したんですよ。2月の23日。2月の23。じゃあもう何ヶ月だ。ちょうど9ヶ月ぶりの試合です、うん、コロナ前です、うんうん、対戦相手の、まあ、住浦選手やねんけど、はい、まあ、レッツからしたらどんな感じの印象。印象としては、うん、印象としては、まあ、背が高くて、うん、手足が長い、うんうんうん、で、まあ、寝技というよりは、うん、打撃で勝負する選手かなと、うん、まあまあそうやな、打撃の選手って感じだな、はい、レッツは多分はたから見たらどんな感じで思われてるのかな。多分レッツのことは関西の人らは知ってると思うんだけど、関西以外の人らっていうのはまだ知ってもらえる機会なかなかなかったと思うから、うん、まあ、この際どういうパフォーマンス出していきたいなっていうのをちょっと言ってほしいな。正直、うん、まあ東京の人らとかは、うん、何かに判定でうまいこと勝つ選手だと印象が多分あると思うんですけど、うん、実際は結構打撃の主体の選手なんで、KO で倒せる力は全然あるんで。そうやな、レッツの試合は KO 多いもんな、うん、KO ってダウン奪って決めきらんっていうこと、うんうん、でも破壊力と瞬発的な力はもう全然半端ないし、俺もそこで勝負したらこいつには勝たれへんから、そこでほんまそこは強いから、その強みを試合で思う存分だ、勝士が思え。舞ちゃん的だったらいつも仲いいやん、強く蹴ってくいつも痛い思いしてるめっちゃ重たいですね。舞ちゃん硬いなカメラ意識したらまあ試合とか関係ないけど、海とかでも要はそれ見てするやん、うん、どんな性格なの。結構悩んだりした時、グループラインとかで恋愛の相談とかみんなにどうしたらいいって、うんうん、そんなやってた。結構だからまあ恋愛もってなとこあって、格闘技で送ってな部分は正直出さんでええからな今回、うん、もうほんまに思う存分だしや。そうですね、もうレッツゴーだっていう。でレッツのミュージックも何やったっけ。クズの全ての力になる。
今回あのライジンで決まった時にこの前リングアナで宮迫さんがやってて、宮迫さんがもし来とったらこれね、歌ってもらってずっともうプロで使ってるんでね、多分今まで多分レッツの入場曲を聴いた人はえ、なんでその曲使ってるんって言う人多分多かったと思われる。確かに、そうや、なんで確かに俺なリズムとかは結構好きやけど入場曲で使うってなかなかないと思うねんけど、それをチョイスしてるやん。それがでも今回ライジンで花咲くわけよ、点と点が繋がってきたわけよ入場曲とかは多分みんなその何かのフレーズになんか自分と掛け合わせてこう自分の中でドラマが重なり合うねんな。でそれでその歌が好きやったりするからな。歌詞何やかんや、全部を力にするってイメージが、うん、全然格闘家向きっちゃ格闘家向き、うんうんうん、試合の何日前ぐらいにオファー来た？試合というかあの発表されたやんか。発表されて10日ぐらい前ですかね。初めてのメジャー団体で試合するから、もうとりあえずこう舞い上がるわけよ。それわかんねん気持ち、はい。インスタのストーリーもレッツの試合ボワーって何時も並んでるよ。まあ、あれはとりあえずやったかな。それはめっちゃいいと思うね。そんだけ注目してもらってるってことやからな。うん、今までグラジエーターとファンクラブでも前にチャンピオンになってるもんな。24歳の時。ファンクラスのベルト持って、グラジエーターのベルト持って、そんで雷神に殴り込みやった、はい、な。でも実際今コロナで、まあ、海外に試合しに行く厳しかったり、海外の選手が日本に来れなかったりする中で、俺はそのコロナをチャンスに変えた一人の選手だと思ってるから、うん、だからそのチャンスもらえること自体自分の実力のうちの一つだと思うからな。まあ、絶対今回は掴み取ってほしいなと思うし、俺もセコンドとして、まあ、サポートするしな。俺も杉村選手に対しては実際試合してるから。対策してたから、やっぱそういった部分でもアドバイスできると思うし、でこの前ちょっとツイッターで。レッツの試合決まったからレッツ頑張れ皆さん応援お願いしますみたいな感じのツイートをしたら、そんなに杉村選手のことが嫌いなんですかって言ってきて、いや全然嫌いじゃないし、あの試合終わってからはもう全然ノーサイドで、試合会場とかで会ったら、まあ、挨拶とか喋ったりもするし、でもただ僕の後輩が出るからそれは応援するでしょみたいな一応ちゃんと説明しましたけどただ、まあ、レッツの面白いエピソードって言ったらそんなにないけど基本ないっす。でも結構まっすぐな男やから、うん、嘘とかつかれへん感じの、うん、駆け引きとかせえへんな普段は、うん、まあ、試合では駆け引きしてると思うけど、でほんまにハードパンチャーやから、やっぱハードパンチャーの証としては何回もパンチで、まあ、拳を折ってるっていうのがハードパンチャーの証やから、まあ、なかなかもう最近折れてないからあれやけど、何回折れた？右手は4回折れた。チタンプレート入れててそれごと折ったもんな。そのチタンプレート曲がって骨も折れた。今日は本当は三島さんがいてくれたら三島さんも出てもらって、まあ、レッツのことをちょっと話してもらいたかったけど、レッツこう見えて歌めっちゃうまい。嘘やろ。ほんまに、はい、ふざけんな。知れてますね。カラオケ行ってクズの歌上半身裸で歌う。ちょっと歌ってや。ちょっとあのサビだけ歌ってや。近所迷惑なの。12時の。ちょっとレッツな、最近いいことあってんな。ちょっと車買ってんこいつ。それで11月1日に納車されんねんけど、車の契約した次の日にライジンの方が来た。おーすごいやん。それ車代できたやん。車代できたんすな。そのライジンと契約、まあ、今回出場するからファイトマネーも結構上がったんちゃうんすか。まあそこはね。そこはちょっと内緒、契約上言われへん。契約上ちょっと言われへん。でもレッツがなファイトマネーで稼いでくれたら俺も嬉しいしな。そうですね、まあ、車も買ったしな。うん、そうですね。レッツの僕が聞いた中ですごいエピソードで、大学時代に友達がデッドリフトをしてて、うん、俺もやらしてって言って初めてやったデッドリフトが160回。意味わからん。じゃあレッツベンツベンチは何番あげろ。ベンチはだいたい180ぐらいですかね。嘘やろ。胸の筋肉すごいね。ちょっと脱いでみて。いや前来てこれ、ほらこの筋肉。写真で分かりにくいっす。まあ今日はね、もっとねレッツのことをいろいろ紹介したいなと思ったんですけど、まあ、ぶっつけ本番でやってみてあんまないってことが判明しました。まいちゃん今日レッツにちょっと一
言エールと自分の自己紹介で最後して。小倉会の前川です。趣味は筋トレと麻雀です。お前も筋トレかい。お前にでかいチャンスしっかりものにしてほしいと思ってます。じゃあ、マッチョさん。小倉会のマッチョザバタフライです。まあ、レッツ今回めっちゃチャンスなんで、いい勝ち方して大晦日狙いましょう、うん、怪我なく勝って、うん、大晦日狙って、うん、頑張ってください、はい、でちなみにマッチョさんも近々試合多分決まると思うんで、はい、そうですね、11月23日シュート予定です、うん。まあ、決まったらマッチョさんのことも応援よろしくお願いします。お願いします。11月21日ライジン25に向けて、ファンの皆さんに最後自分の意気込みお願いします。はい、レッツオーダーです。次の試合は1ラウンドから KO しか狙ってないんで、楽しみにしててください。 KO で倒して、年末のライジン出れるようにアピールしていきます。頑張ります。いっす。最後に、あの、僕なんですけど、まあ、レッツは、まあ、僕の大事な後輩で、まあ、18歳から僕の元でずっと練習しててオールファイターなんですけど、まあ、打撃が結構魅力的な選手なんで、まあ、試合当日は僕もセコンドつくんですけど、まあ、レッツのその瞬発的な動きとか、やっぱダイナミックな動きを注目してもらって見てもらえたらいいかなと思うんで、まあ、レッツのこと大阪の地元で試合するんで応援よろしくお願いします。よし、まあ、今日はこんな感じで、まあ、締めくくりたいと思います。まあ、ちなみに、あの、今日一応撮影してくれてる、あの、コブラ会の若手がいてて、おはようございます。あの、名前何だっけ。焙煎ドクイチロー。ドクイチローも今週試合やな。今週試合ですね。ファンクラスのネオブラッドトーナメントっていう大会があって準決勝やな。今週頑張ってきてください。はい、頑張ります。じゃあ今日はありがとう。はい、ありがとうございます。じゃあこんな感じで動画締めくくりたいと思います。チャンネル登録といいねボタンも皆さんよろしくお願いします。じゃあ11月21日はレッツの応援よろしくお願いします。じゃあそれではバイバイ。 OK です。はぁ、めっちゃ汗かいたって。エピソードないっすね。エピソードないやろ、意外に。いや、あるけどちょっと喋れんことがなぁ。結構そういう喋れん兄ちゃんとかでしたから。そう、ほんまに、でもクズやん。ほんまにほんまにクズやん。クズでは喋られへんからクズやん。正直言うけど、はい、どうやって負けるん。いや、勝つっすよ。そうか、勝つしてください。悪い先輩やな。でもセコンド前日からつきますから。あ、そうやな、セコンドつくもんな、はい、前日。でもな、意地悪言うけど、はい、な、やることやってるから優しいね。間違いないです。意地悪マン。やけど